ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。刃は好きですか？はい、大好きです。ゆっくり魔理沙だぜ。質問には自分で答えるのね。今日は世界三大刃キャラを紹介するぞ。いやいや、京子ちゃんの紹介だよね。まずは迷いちゃん。本当に始まった上窓まぎ関係ない。次はカチューシャ。世界三大刃には左に入るか右に入るかの違いがある。はぁ、あ、そして京子ちゃん。京子ちゃんの刃はリンゴを砕く。これ何の紹介を見せられてんの？ってことで次は京子ちゃんの名シーンを紹介するぞ。前振り長い。言って聞かせてわからねえ。殴ってもわからねえバカとなりゃ。あとは殺しちゃうしかないよね。さやかちゃんボコボコだ。言っても殴ってもわからないバカは殺すって、危ない思考だな。糖分の過剰摂取なのか？違うでしょ。いや、野菜も食べなきゃ体に悪いだろ。朝ごはんも食べないと切れやすい子になっちゃう。何の心配をしてんの？って、ことで京子ちゃんの朝ごはんを用意してくる。意味わからん。次も京子ちゃんの名シーンを紹介するよ。この力は全て自分のためだけに使い切るって。奇跡ってのはただじゃないんだ。希望を祈ればそれと同じ分だけの絶望が撒き散らされる。そうやって差し引きをゼロにして世の中のバランスは成り立ってるんだよ。さやかちゃんに対して優しくなってる。京子ちゃんは家族の一家心中で絶望から魔女にならなかった。精神力すごいね。失敗を認めて前向きに生きようとしてるな。大人になったら成功するタイプだ。将来はリンゴ農園の経営者になれるぞ。リンゴ農園じゃなくていいでしょ。何はともあれ今後も京子ちゃんが希望を願わずに絶望を回避してほしいな。もうフラグ立ってる。では次のシーンを紹介するぞ。ミキサヤカ、助けたいと思わない？助けられる。助けられないとしたら放っとくか。妙な聞き方しちゃったね。バカと思うかもしれないけど、私はね、本当に助けられないのかどうか、それを確かめるまで諦めたくない。さやかちゃんのために行動するのね。本当に助けられないのか確かめるまで諦めないってすごいね。行動力や諦めない姿、大人になったら成功者になれるな。たい焼き工場の工場長も夢ではないだろう。たい焼き工場の工場長は成功者なの？もちろんだ。たい焼きが食べ放題だ。ああ、そう。次のシーンを紹介するよ。あんた、信じてるって言ってたじゃないか。この力で人を幸せにできるって。頼むよ神様。こんな人生だったんだ。せめて一度ぐらい幸せな夢を見させて。名シーンだね。いつも強気な京子ちゃんの頼むよ神様はいろいろ考えさせられるし感動するな。最後までかっこいい京子ちゃんだったね。短期で子供っぽい印象あるかもだけど実は一番大人っぽくて芯がある子だと思うぞ。そうだね。でもやっぱり希望を信じた魔法少女を絶望のまま終わらせたくない。魔法少女になってくる。戻ってくるの早。年齢制限があった。最後は京子ちゃんの名シーンをまとめて紹介するよ。たくもう調子狂うよな、ほんと。じゃらじゃら踊ってんじゃねえよ、うちのろ。身の一番にぶっ潰してやるさ。来るぞ。食うかい？食い物を粗末にするんじゃねえ。殺すぞ。食べてるシーン多くない？それに最後まどかちゃんいなかった？幸せな夢でも見てんのか。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。またね。リンゴ買いに青森行ってくる。